カメハメハ二世は、母王国二代目の王である。先代のカメハメハ一世と、その第一王妃との間に生まれ、5歳の時から、後継ぎとして教育された。1819年5月に、父カメハメハ一世が死去し国王の座に就いたが、行政は、父の長愛を受けたまま母で摂生のカーフマヌと、首相の手に握られ、実質的な権力はほとんど持たなかったと言われる。 カーフマヌは、カメハメハ一世の死後すぐに、カメハメハ二世の名において、ハワイにあったカップと呼ばれる多くの伝統的タブルーを廃止した。これは、当時絶大な力を持っていたカフナたちの権威を失墜させることで、父ほどのカリスマ性を持たないリホリホの王位と王政を維持しようという戦略であったとも言われている。また、キリスト教宣教師が初めてハワイに上陸したのも、 この王の知性下であった。宣教師の到来とともに、不協上の必要もあって、英語のアルファベットによる文字教育が始められた。このことによって、ハワイの教育水準は上がったが、それまでの交渉文化が衰え、複雑な母音や死音がアルファベットに合わせて統合簡略化されたため、古来から伝わるワイ語の正しい発音が永遠に失われることにもなった。 1823年11月、カメハメハ2世と王妃は、イギリスとの同盟関係の交渉を行うためロンドンへ向かうが、ジョージ4世との会見を果たす前に王妃と共に、マシンにかかり、免疫を持たなかった王は1824年7月14日に死去した。弟、カウエカウリがカメハメハ3世として、後を継いだ。ありがとうございます。